をつけて帰れよ。待っても許してあげないわ。太陽が照り続ける限りね。一人じゃないわよ。違うわよ。街を歩いていたら、知らない女に拾われた。なんか食べさせるからついてきなさいって。当然よ。速攻で猫なで声出して甘えてみたわ。捕まえてよ。私を。自由の海へと飛び込む前。あ、来たわよ。あら、これ、誘拐犯。私が誘拐なんてするのよ。連れ去ったんじゃないわよ。商店街に一人でいたから迷子かと思って保護したの。保護された。確かにこの子がうどん食べてる姿は可愛いから、このまま家に連れて帰ろうかなって思ったけど。知り合いだなんて驚いた。でもどうしてこんな小さい子と知り合いなの？そうなんです。矢作先生の？あのセナちゃん？何をあんた。私がまだ学校に通ってた頃、赤ちゃんだったセナちゃんを何度か見たのよ。私の過去を知る女。厄介ね。懐かしいな。私のこと覚えてる？父。え？あんた、あの時の父でか。そんな一部分だけで覚えないでよ。冗談よ。覚えてないわ。興味2、3歳でしょ。記憶なんておおまへん。ああ、ほんと懐かしいな。懐かしいからお菓子でも買ってあげるよ。マジ？
行く行く、剥がして保護。じゃあ私はセナちゃんと一緒にお菓子買ってくるね。保護されたなあ、もう大きくなったね。あんたの父もね。もうセナちゃんってば。朝から山に虫取りに行ってるわ。お父さんに何か用でもあったの？どう？学校は慣れた？
りも基本の方が大事みたいだね。威張らないの。じゃあ基礎から始めましょうね。します。そういえばエリちゃんは？そう。
広くて。うちは店と兼用だから狭くて、リビングなんてないのよね。ねえねえ、お部屋も見せてもらっていい？こんにちは。お兄ちゃん、これ台所まで運ぶの手伝って。あ、私も手伝うわ。ありがとう。ああ、疲れた。いいじゃない。せっかく千秋お姉ちゃんが来たんだから。ねえ、千秋お姉ちゃん。お兄ちゃんの部屋で2人で何してたの？私がお部屋を見せてって言って見せてもらってたのよ。ふーん、なんか怪しいな。千秋お姉ちゃんといろんなことしてたんじゃないの？何動揺してるの？冗談よ。まあいっか。じゃあ千秋お姉ちゃん、
一緒にご飯作ろう。うん、そうしよっか。